こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は琵琶の剪定をしようと思っています。琵琶の剪定は私が思うには実が収穫終わった後の方がいいかなと思ったら、なんか花が咲き終わった実になる前の方が剪定の時期だということですので、そうしたら今がちょうどかなと思いますので、琵琶の木がすごく上に伸びてきたのと、道路の方にもちょっと出かけましたので迷惑かけないように道路の方は思い切って切るし、高さもそんなに高い琵琶は用取らないので上も切っていこうと思います。間引きもします。まあ、これカラスの餌みたいなもんやけど、そう、他のカラスが食べるの？そう、なんか琵琶うちの家族誰もいるって言わん、いるって言ってもいらんって言うし私が一人食べるだけやからそんなにたくさんはいらないですから、琵琶もあんまりたくさん実をつけると実がちっちゃいですので、切れば大きい実も取れるかなと思います。それでは、あ、今日は普段は手の子で引いてました、私は。けど息子がなんかチェーンソーを買ったそうです。ハンドチェーンソー、バッテリーの小さなチェーンソーで、これで私はちょっと危ないので息子に切ってもらおうかなと思います。それでは息子さん、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと琵琶の木の状況欄見てもらいましょう。はい、ここ置くよ。琵琶は花がほとんど終わってるんですけど、この枝だけ今花が咲いています。下のこの枝は邪魔にならないので残したとしても、こういうのはもう道路に出るので、ちぎったらこういうのは途中から切って、私が剪定したのはここにこういう感じで切ってるんですけど、見える？うん、はい、こういうに中はバッサリ切ってるんですけど、かなり伸びました。低く低くして育ててたんですけど、思い切って今日は低くしたいと思います。3メーターもあるね。うん、あるね。ね、じゃあ切っていきますか。中へ入り込めんの、あんた。もう順番に周りから切っていかんと。そう、じゃあまあこの枝はもう切る。下から切る？うん、どっちでもいい。上切っておいて、うん、後から下のけでもいい。長いものやったら邪魔かもしれんし。うん、はい、じゃあやりましょう。うん、じゃあお願いします。この枝、ここ、はい、はい、それでこれここら辺で切る、ここ、うん、これこれ、うん、これもどこ、ここもうちょっと下でもいい。下やったらこの元で、うん、元、うん、これ届く？届くとしたらどれ？これ？それそれ、切りやすい位置で切ったらいい。これも、これも、うん、その横もこれ、これ、うん、これ切ろうか。これこの辺で切る？どれ？まあ切る、ここら辺で切って、この元から切るわ。うん、そこ。それでこれ、それどっから？ここで切っておいて、こっちで切る？さっき上を、ここで切る？うん、こっちはどうかな。これは倒れる木、ええか別に。あとはその上に上がっちゅう分を切ったらいいけど、上上がっちゅう分足場寄せんといかんろ。こっちはええ？この辺はこっちはいいや。お下で切ろうか。下でその辺の、あ、はいはい、切る、うん、どうする？これも切れるろ、これ。これ、うん、これもいらんかも。こもいらん、うん、あれ切りたいけど足場寄せんと無理よね、うん、無理やね、うん、じゃあ降りて、どこにする？よいしょ、これ切ろう。これ、うん、ここって入れる？入れるけど、その上は切れんね、まだ。順番に下から切らな。ここで切っちゃって引っ張ったら、足場ほんないらんけど。その下で切るわ。うん、ここでいうこと？うん。で、その横も。これ、隣へ、段ボール影になるって、ここ。ここら辺で。そっち回るね。
はいはい、これも色どれこれ、うん、あんまり切ったら枯れる、枯れへんの、ここら辺で切ってこれ、その隣の向こう向いて上がっちぶ。どれ？これ？うん。もう下で切ったら一緒に。ここでね。そこで。うん。ここで切る。どっちを切る？こっちを。これをいらん。こっちをここを切る。そうそうそう。上向いてこれはいらない。この辺から切る。どれ？これ。これ？うん。これはこっち引っ張ったらよ。うん、その向こうに上がってる、これどれ、これよ、届かん、届く、これか、うん、これもこの木それ、届かん、届かん、向こうへ、うん、据える、これらもいらんがじゃないか、どれ、これ、上向いて出ちゅうが、のけや、え、のけて、ここは届きませんか、届く、これ切って、それ元から切ったらいいじゃないか、この辺から、その下から、もっと下、ここの、うん、うん、ここを切ってみるよ、ここ、え、そっから切る、うん、そっから切ったらけど、よう引っ張る出せるから、もう切っちゃいて、出せんときは上から順番に切ったらいい、ここ切って切ったらどうせ切れない、だいぶ切ったね、これ、ああ、すっきりしたやんね、うん、いいいい、この高いわ、あとこれ、これいらん、それいらんね、うん、ちょっと外から遠くから眺めてみよう、うん、もうそれでいいと思う、すっきりしました、それどっから切ろう、ここら辺で切った、その1個だけ、うん、ここ、あとは意味だ、なるだけミョウガの方へ引っ張るって、どれ、どこ、ここ、ここで切って、ここで、ここら辺で、ここで、うん、どう、どれ、これでいい、下は手が届くし、この枝をちょっとここから引っ張って、うん、下へ押し付ける、あ、伸ばす、うん、伸ばしてミョウガの方へ日陰を作っちゃろうかなと、絵描くだ、これで、これで上等、終わり、うん、終わり、あとは片付けやります、これも切っちゃって、ここそう切る、うん、枯れちゅう、これむちゃくちゃ早いがって、早いね、手のこと切るったら終わらんような仕事やけど、これで切ったら無料料驚くば早いこれやけ、簡単簡単簡単に無ちゅうこれですっきりしたね、上等ですか、隣の田んぼへも日陰にならんし、よかったです、はい、あとは片付け、この羊毛毯、足場板とかを片付けちょっとください、これがひょっといらんかもしれんけど、どうする、切るやつ切っちゃったらいい、切っちゃくか、ここら辺で入れる、ここら辺入れる、ほら上等、こっち切っちゃう、こっち向こう、よかった、ここでカラス、ビオナキの足元で、えいえい、すっきりしました、身も残っちゅうし、これ、こんなののけて身をのけちゃった方がいいぐらいと、いっぱいつけんということ、そう、つけたら身が細る、身は体に生き食べたらいいね、枝が少なくなったき、簡単やね、これはのけても、これで身が止まったら、袋かけちゃったら取りに食べられる、今日はビワをあっという間に息子に剪定してもらいました、すっきりしました、 すごいすっきりしたね、すっきりした、これば切ったら実が大きくなるかもしれん、そうやね、それとは一ところにビワの実がいっぱいになってるので、あれも3個ぐらいにしてのけてやるとビワが大きくなるそうですので、それの整理もしていこうと思います、時間があればビワに袋をかけてみようと思ってます、本当かい全部はようかけんけど、
自分が食べる分だけ、食べる分だけちょこちょこかけていこうかなと思っています。はい、今日はこのチェーンソー、これどこ、廃鉱機、廃鉱機っていうバッテリーのチェーンソーですが、これがかなり威力ある、小さいけど、ストロガは刃の長さは25センチ、うん、バッテリーが36ボルトのチェーンソー、うん、お父さんが持っちゃったチェーンソーこんな長い、長いが危ないよね、危ない、重いし、そうよね、うん、妄想だけをお父さんが大きなチェーンソーで切りよったけど、こっちを切ってこっちを切ったら倒れるがやけど、竹は弾く危ない、だからもうチェーンソーやめて手でお父さんは切りよった、うん、初めはチェーンソー使えた、使えた、それは見たことない、あ、ひっとりこき、うん、そうか、でもこれやったら手軽にできるき、お父さんこれやったら楽やったりね、昔はなかったっけね、なかったっけよあの大きな顔、重い顔、まあ、体大きいけどってことないかもしれんけど、じゃーんじゃーんって切りよった危ない、これは本当便利です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ、すっきりしました、ビワの木がホッとしました、ありがとうございました。ニコ、これもこれも、うん、すっきりしました。それどっから切る、ここら辺で切った、どうどれ、これむちゃくちゃ早いかったよ、早いね、手のこと切るったら終わらんような仕事だけど、これで切ったら無料料驚くば早いこれやけ、簡単簡単に無事を